さあ4時になってしまいました。日没じゃなかった、夜明けまであと2時間ですね。なんとか一発来てくれ。おかしいですね、全然ウツボ、トウヘイ、ヌタウナギでさえ当たって今日なんです。東の空から細い三日月のお月さんが昇ってきました。この角度の時なんですよね。お前ごめん、おはようございます。夜明けを迎えてしまいました。お月さんもあそこまで登ってしまいました。いやー、しかし昨日の昼過ぎからですね、ずっと打ち返してみましたけれども、ウツボ一匹も釣りませんでした。張りがかりもしてませんね。ほぼウツボがいなかったですね。で、クロアナゴ、トウヘイやヌタウナギ、あとその他の餌取りの気配もほとんどなかったです。残念でした。また頑張ります。マーナゴン。さあ、最後のロッククライミングですよ。よいしょ。この上り下り場何回したかな。余暇運動になりました。よいしょ。よいしょ。ふう。よいしょ。船着きまであんな感じですよ。ここにまた2メーターぐらい、3メーターぐらいの割れ目があってですよ。ここは行くパターンもあるわって、どっちみち危なかですもんね。まあまあ大変です。ロープで下に下ろすとは、古式山椒と男女軍刀の時以来ですね。よいしょ。いいよ。さて、最後ここでおっちゃけたいすぎ意味長けんですね。十分気をつけていきたいと思います。いいよ。ふう、まあまあのまあまあのプレッシャーですよ。あともう、まあまあ昨日からやけん。足ガクガクしようし。よいしょ。皆さん、はい、声援お願いします。マナゴン、頑張れ。マナゴン、頑張れのコールを。あともうちょっと。よし。よし。足の岩壁短かといかんね、やっぱり。よし。
しょ。ふぅ。よし。はあ、無事、船着きにたどり着きました。さあ、8時半ですね。海機が迎えに来てくれました。重いっす。ここは軽いです。そうね、あたした。あれ出した。ありがとうございます。いえいえ、お疲れ様です。よっ、はいはい、はい、ちょ待て、はいはい。お疲れ、お疲れ、お疲れ。はい。これが今日の川上島ですね。で、ここを上げと平島、移動と平島ですね。赤島かな、どっちかな。あ、あれか、あれが赤島か。マナゴン。いいね。どれ？さあ、トールちゃん登場です。おっと、海域の船長もなんかドラクエみたいに並んで歩いてる。あ、チコも、チコもおる。チコおいよ。もうただ力が強いだけの頭悪い戦士やけ。戦士、勇者、戦士、僧侶。船長、僧侶。回復呪文でお願いします。もう船長の顔見とったら分かる。行きますよ。はい、なんかもっと溜めんでいいぞ。え、海外行ってもうどんどんいいんじゃけ。もうロープ用意しとくよ。ロープ、何のロープで縛って帰るけん。あら、チコのお尻の身です。では行きますよ。はようって言われよ。せかされよ。せーの、はい。うわー、おー、外しとるよ、これは。さっきのリアクションで一番良かった。あ、生きとるよ、まだ。うん、そう、あら、生きとる。赤肌も釣っとるやね。ほら、あ、赤肌いいね。ちゃんと閉まってるんや。うわうわ、あ、赤肌釣らないとね、あんた。はい、では次は、うん、禁断のあの方の釣果を見せてもらいたいと思います。うん、もうこの老人はほっとこ。ちょっとね、ちょっとうるさいんです、うん、うるさかよね。よかった、もうちょっと向こう行ってくれんかね。どうぞ、うん、どうも。ちょっと一番太かクーラーでいいから。お、重そう。キャリーは使わないならもう持っていかない。あ、いや、腰痛めるから。あ、ほんと、あ、ちょっと、もう話しようかな。うん、大骨、よし、持ってん、ジジイと二人で。こっちが気になるな。ジジイ、ちょっと重さは測って。腰は二人ともやらんごて、うん、俺も足やらんごて。じゃあちょっと足をこう、はい、あ、もう頭やらんごて。せーの、せーの。なんか軽いやん。マナゴンさんの、100分の1。100分の1、160g。 使い魚が2匹。それ1分の1。じゃあよかったら見てもらってよかですか。はい、あ、ジジ、ほら後ろのクーラーに座んせ。あ、そうね、よか、いや、座らんでよかった。座らんでよか、うん、座らんでいいか。行くよ。じゃあ行きますよ。はい、あれが入ってます。せーの。おお、綺麗綺麗綺麗。綺麗。綺麗。綺麗っていう表現。綺麗。揃ってる。うん。揃ってます。他の魚全部ポイしたと。あのね。あのアラと同じ色してるでしょ、茶色。これ一つ言わせてください、先に。はい。
これね、撮影どっちのチャンネルも俺がやってるやん。あのあのね、かぶります、かぶります。はい、いいですか、見ますよ。はい、はい、じゃん、綺麗、綺麗でしょ、綺麗ですよね。なんか揃ってません？なんか揃っと、なんかこういうのあと10匹ぐらいとかで一応餌にして使ったから。おお、イサキを餌にしたの？イサキじゃなくてもよかったっちゃうけどね。アラって透明なんや。透明？アラはあのね、ここに、ここにね、おるっちゃうけど、あの心が綺麗な人しか見えん。一応想定では10キロまでのクーラー入るつもりで持ってきたと思って、ここにドンって全然入らない。いやー、でもいい、美味しそう。うん、美味しいやつ、美味しいやつやん、うん、全部焼いてよし、煮てよし。炙り、炙り、炙りカルパッチョ、炙り最高です。うん、最高です。なんか言うことありますか？まあ、あの結果はこんな感じですけど、あのこれがアラ釣りなんで。これでめげなんていうかな、なんかもうなんかダメなっちてから諦めたらもうそこで試合終了、うん、また行かないから。でこれでほら純也君のさ、あのちょっとね、バカ当たりのあれが分かったろよ。普通あの釣れんとってます。何年で釣っとらん人もザラにおっとけよ。ずーっと狙いを力よっけど、数年間釣ってませんみたいな。ね、僕もようやく本来の調子が戻ってきました。いやいや、まあまあこの分また次にボンで行ってもね。これはこっちはこっち。じゃあ先に進みよって。うん。そうね。話は進めてくれるとね。うん。とね、じいじがね、1000円やろ、1000円やろ、800円やろとか言うんだけどね。今ね。黄金とはだいたい1000円ぐらいで。うん。今の値段相場をですね、ちょっと考えようと。これいい。これいいわーって。これいい。これ合計ないくらねってじいじと話をしようと。はい、知りで、もう、はい、いくら、いいですか、そんなんで。もう、これはいいよ、これは。ねえ、ああ、いい。トルさん、その、トルさん、一番、あの、太かとイサキ一丁持っていかんすか。残念ながら、あんまり連れてなきゃ、一匹だけですけど。ゼロより1は大事かけね。カゴでずっとやゆうと、ボイル一角だけ使って。今日残さんとですね、もういかんて。俺代わりに行くたい。お、ジジが言うた。いや、イサキ釣りなら俺行くよ。お、アラ釣りはいかんよ。まあ、イサキは釣りを禁止だ。イサキだけでよか。その春さんの割烹着がやばいね。割烹着じゃないとこれ鱗がひどいんです。なるほど。はい、もうこれが一番です。なるほど。あの血がついてもハイターで。ああ、確かに。はい。月置きしときはね。はい。もうね、割烹着が一番ですよ。うん。なんかおしゃれな可愛いやつとかあるけど、うんうんうん、これが一番です。うんうん。長靴履いていくじゃない、そのうち。あ、白い長靴を。サロペットとかやね。あの漁師さんみたいな。もう白い長靴履いてさ。どがしこ水かぶろうが大丈夫。あの小川のあの玄関にまだ脱ぐんやね。名前もかかんで。あれ誰の長靴かもうわからんよね、絶対ね。みんなはそれぞれ。ちょっと匂い弾まないかんて、確認せないかんて。ここに傷があると。マークつけとかね。お前聞きました。おすごいね、なんで間違わんと。いや間違うって一言でよかった。そりゃそうやろ。みんな一緒やけんよかったら。袖具合とか汚れ具合もだいたい一緒やったろうけんね。だいたいまたああいう状況の時に飲まんっていうことは中けん。来た時はまだよくばってね、飲んでからやったら余計誰の長靴かわからん。わかんもんね、あんだけバラバラ。久しぶりにあのミルクックと悩んだんですけど、じゃあブラックモンブラン、これ美味しいんですけど車の中で食うとえらいことになるんで、今釣り具屋さんの駐車場ですけど外で食いたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。また見てください。お願いします。